といいますか横攻め込まれて最終的には7着となっていますが、ここはしっかり1番人気 1.8 倍あたりとなっています。それでは第1レースとなります。本日も前半戦、高原康則さんの実況でお楽しみください。ここからは高原アナウンサーにバトンタッチします。実況放送でお楽しみ。初日は曇り空、2日目は雨、ここまで天候不順となっておりましたが、今日は晴天に恵まれましたアベマ湘南バンクです。皆様こんにちは。湘南クリーンサイクル杯 F1 ナイターシリーズは今日が最終日、 A 級 S 級ともに決勝戦を迎えます。果たして今年度最初のナイター開催、優勝は誰の手になるんでしょうか。どうぞ最終競争までお楽しみください。それではオープニングレース、対戦メンバーです。1番は静岡夏目慎吾、2番栃木中村淳、3番は平塚ホームバンク長田優也、4番福島鈴木豪、5番千葉湯浅博光、6番長野伊藤博道、以上の6社での争いとなります。この1レースは6社での争いです。上空きれいな青空が広がっております。午後2時30分の段階で天候の方が晴れ、風は南東1センターから2センター、バックが追い風 0.5 メートル、気温は22度まで上がっております。昨日は15度とひんやりしたコンディションの中行われましたが、今日は22度まで上がっております。号砲が鳴りました。オープニングレース A 級の一般戦が今スタートです。5番の湯浅博光がまずは誘導を追っていきます。離れて1番の夏目慎吾、2番中村淳、3番長田優也、また離れまして4番の鈴木豪で、最後方が6番の伊藤博道となっております。レースは1周回目の2コーナー過ぎてバック、そして3コーナーへと向かっていきます。隊列が少しずつ固まってまいります。まずは南関東ラインが前受けということになっていきそうです。1番の夏目慎吾に3番の長田優也、5番の湯浅博光となっております。まずは誘導の後ろ1番の夏目慎吾です。昨日はジャンで先行していったんですけども、中川に叩かれて結局7着に終わっております。マークするのはホームバンクの3番車長田優也、昨日は野中との競りとなったんですが、競り負けてこちらも7着に終わっております。今日はこの1番3番人気を集めておりました、期待に応えたいところ。あとは5番の湯浅博光までが難関勢、そして2番の中村淳がその後ろ切れ目の位置となっております。前々とのコメントだったんですけども、選手紹介では難関勢を少し離れて走っておりました。そして後方からとなりましたのは4番の鈴木豪に6番の伊藤博道、福島長野で連携です。2車ライン、その2車のラインが赤番に入りまして上がってまいりました。ここは1番の夏目はどうするか、突っ張る構えを見せるか、やや突っ張る構えを見せまして、4番の鈴木はここは車を引いていきます。5番手の位置に車を下げました。1番の夏目も一旦ペースダウン。さあこの3車に対して2車のラインがどう動いていくのかというところですが、打掌が入ります。1番の夏目、4番の鈴木の動きを警戒します。4番の夏目も外に車を持ち出して、さあどこから仕掛けるのかというところですが、1番の夏目も徐々にピッチを上げていきました。レース残り1周となりました。さあ難関勢このまま主導権握っていくのか。さあ離れて現在5番手の位置、4番の鈴木豪が1センターから2コーナー差し掛かるところで上がっていきます。後方から仕掛けていく3番の長田もここは牽制を入れます。最終バックを通過しました。さあ3番手あたりまで来た4番の鈴木ですが、ちょっと動き苦しいか、それでもまだ粘っている状況か。先頭は1番の夏目で直線に戻ってくる。後ろから最後は3番の長田優也かわしたか。オープニングレース A 級の一般競争、このレースは異常なしの白旗です。それではリプレイで振り返ります。後方から4番の鈴木豪も仕掛けていったんですけれども、ここは最後1番の夏目を目標にした3番の長田が最後はゴール前かわしたでしょうか。ゴール前スーパースロー3番の長田、そして2着でありますが5番の湯浅でしょうか。そして1番の夏目、難関3車で決まった模様です。結果と決定今しばらくお待ちください。1レースでした。
第一レース A 級一般戦の模様をご覧いただきました。ここはゴール後の長田選手の表情です。夏目選手が前を取ってそのまま突っ張って主導権を取る形になりました。4番車の鈴木剛選手も仕掛けてきたんですけれども、前にできることができず、3番車の長田選手ゴール前では追い込んだようにも見えています。そのまま突き抜けたかどうか南関東勢の結果となっていきそうですが、正式な決定までお待ちいただきたいと思います。続いて第2レースです。こちらも A 級一般戦となります。1番車園田哲平選手ほかご覧の7名での対戦です。どうでしょうか。ここはラインが2つ、1番4番のところがまずできてますね。園田選手と阿部選手、短期の選手たちが多くなりそうですね。もうみんな短期です ね、はい、では放送です。決定。1着3番、2着5番、3着1番。平塚競輪1レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番5番490円、シャバン連勝単式3番5番720円、3連勝複式1番3番5番160円、3連勝単式3番5番1番840円、ワイド3番5番100円、1番3番100円、1番5番130円。以上でございます。3番車の山田選手、村田さんもおっしゃってましたけれども、主導権は取っていくんではないかということですけれどもね、まあ、細かく分かれてきましたこの第2レース、ご注目ください。では実況でお楽しみいただきましょう。ここからは高原アナウンサーにバトンタッチします。実況放送でお楽しみください。F1ナイターシリーズ湘南クリーンサイクル杯最終日のアベマ湘南バンクです。競争は第2レース A 級の一般戦です。バンク4周回、距離1625メートルで争われます。中央の走路を通りまして、対戦メンバーが8走系と勢ぞろいいたしました。それではインコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は熊本園田哲平、2番は地元神奈川の勝俣亮、3番福島山田優太、4番高知阿部勲、5番栃木足立隆起、6番青森柳満、7番は静岡田中浩二。以上のメンバーで第2レース A 級の一般戦を争います。なおこの競争までが一般競争となります。さあ、短期勢多い中に3番の山田優太、昨日の競争赤番で先行していったんですけども、末を欠いての3着、今日は6番の柳と北のワンツーを狙います。あとは7番の田中浩二、今日は短期での競争となりますがどうでしょうか。号砲が鳴りました。2レースの A 級一般競争です。まずは6番の柳満が誘導との距離を詰めていきました。続いて1番の園田哲平、2番勝俣亮、5番の足立隆起、3番山田優太、そして外から上がっていきますのが4番の阿部勲であります。あとはこれで最後方7番の田中浩二となりまして、レースは1周回目3コーナーから2センターへと向かっていきます。これでまず北の両者が前受けということになっていきそうです。誘導の後ろ3番の山田優太です。昨日の競争赤番過ぎに前を抑えて先行、ただ後ろが番手奪われて最終的には末を欠いてという競争で3着となっています。今日はどうでしょうか。6番の柳満が続く北の両者、そしてその後ろ西の両者であります。1番の園田哲平、今日は目標不在の競争となりましたが、果たしてどういう競争を見せるんでしょうか。4番の高知阿部勲が続く熊本高知の西の2人、そして後の3人はいずれも短期の競争。2番の地元勝俣亮、昨
昨日赤番過ぎに先行したんですけども菊池にまくられています。5番の足立隆起がその後ろで早くも最後方から動いてきたのは7番の田中浩二、6番の柳の満の後ろ、そして早くも3番の山田に並びかけてまいりました。残り2周となっています。ただここは3番の山田突っ張る構えを見せて7番の田中一旦車を最後方まで下げています。3番の山田先頭、そして1番の園田が3番手の位置。さあレースまもなく打者を迎えます。5番手2番の勝又、そして6番手に5番の足立、最後方7番田中といった展開となっています。レースまもなく残り1周となるところ、流していた3番の山田ですが残り1周となりましてピッチを上げていきます。さあ短期の3人はどこから仕掛けていくんでしょうか。さあレースは最終周回1センターから2コーナーへと移っていきます。さあ3番手2コーナーから動いていったのは1番の園田がまくっていきます。最終バックを通過して3番の山田を捉えていく。ただ外から2番の勝又も上がって、後方から今度は7番の田中も上がってまいりますが、4コーナーから直線1番の園田鉄平先頭で最後は2番車か。2レース A 級の一般競争、最後は2番の勝又でしょうか。この競争異常なしの白旗です。リプレイで振り返ります。1番の園田がまくっていって、その外から追い上げた2番の勝又、最後はゴール前かわしてここは1着となった模様です。スーパースロー2番の勝又、そして2着でありますがここは7番の田中でしょうか、そして1番の園田。結果と決定今しばらくお待ちください。2レースでした。第2レース A 級一般戦の模様をご覧いただきました。ここがゴール前、大外ですね、まくってきたのが2番車の勝又選手ということで、届いてきたかということになりますけれども、3番車の山田選手がまず主導権を取る形になりましたが、園田選手3番手から仕掛けていきましたね。そこからということになるんですが、それに乗って勝又選手そのまま大外伸びてということになりそうです。第2レースの決定までお待ちいただきましょう。はい、続いて第3レース A 級の特選が争われます。1番車の渡辺隆選手ほかご覧の7名での対戦です。ここもどうでしょうか、短期の選手が多いですよね。そうですね、これも短期が多いですね、はい、2番の山崎に5番の宮本っていうのはこれは岡山香川ですからね、はい、中国四国勢ということになりますが、後ほどまた確認していきます。決定1着2番、2着7番、3着1番。平塚競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番7番620円、シャバン連勝単式2番7番1120円、3連勝複式1番2番7番750円、3連勝単式2番7番1番3110円、ワイド2番7番150円、1番2番230円、1番7番480円。以上でございます。村田さんにもこの山崎選手から挙げていただきましたけれども、はい、初日は先行して3着、はい、そして昨日の準決勝戦中段から後方になってしまって、ね、そうですね、まくってたんですけれどもね、はいはい、ということでここでは人気に応えることができるかどうか、後ろの5番車宮本選手の表情もご覧いただいております。では第3レース実況でお楽しみください。ここからは高原アナウンサーにバトンタッチします。実況放送でお楽しみください。
湘南クリーンサイクル杯最終日のアベマ湘南バンク。競争は第3レース A 級のここからは特選競争となります。バンク4周回、距離は1625メートルで争われます。対戦する7名の選手が今発走機へと勢ぞろいいたしました。それでは対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は栃木渡辺隆、2番岡山山崎俊也、3番静岡石橋慎太郎、4番福岡これ永幸弘、5番香川宮本義樹、6番熊本興梠雄二、7番千葉成清健次郎。以上のメンバーで第3レース A 級特選を争います。今日も短期でありますが、1番の渡辺豪快なまくりは今日も発揮されるんでしょうか。そして2番の山崎、ここは5番の宮本とワンツーを狙います。ここは今のところ10倍を切る人気を集めておりました。さあ、そして6番の興梠、昨日は番手を奪って最終2センター外持ち出しての1着がありましたが、今日も2番の山崎の番手を狙っていくのかどうか。さあ、号令かかって各選手が前傾姿勢と入ります。号砲が鳴りました。第3レース A 級の特選競争がスタートです。まず上がっていきましたのが3番の石橋慎太郎、続いて1番の渡辺隆、あとは4番の是永幸弘、車間上げて2番の山崎俊也、7番の成清健次郎がその外から上がっていきます。あとは5番の宮本義樹、最後方から6番の興梠雄二が上がっていきます。序盤戦レースは3コーナーから2センターへと向かっていきます。さあ、この競争は短期が3者となったんですが、まずは誘導の後ろ3番の静岡石橋慎太郎、ここは千葉の成清健次郎もいるんですけれども、3番の石橋、ここは短期での競争となる模様です。そしてその後ろ1番の栃木渡辺隆、昨日も短期の競争でしたが、昨日の競争最終2コーナー最後方からのまくりを見せました。4着ではありましたが豪快なまくりでありました。そしてその後ろ7番の成清健次郎、こちらも短期での競争となります。そして4番手の位置です。6番の興梠雄二、昨日は山田の番手インで粘ってそのまま番手を奪って最終2センター外持ち出しての1着でした。マークするのは4番の是永幸弘、九州ライン。そして後方からとなったのは2番の山崎俊也、昨日は最終2コーナー5番手からのまくり惜しくも届かず4着となっております。5番の宮本とここはラインを組んでいきます。最終ここでレース残り2周を切りまして、6番の興梠、そして2番の山崎ともに上がっていったんですけども、ここは結局6番の興梠2番の山崎の動きを警戒して元の位置、現在4番手の位置に6番の興梠、そして再び6番手の位置に2番の山崎となっています。打賞が入ります。まだ誘導は退避しておりません。3番の石橋、1番の渡辺、7番の成清、短期の3者がいずれも前で後ろを見ておりますが、さあレース残り1周となるところで、さあ2番の山崎、6番の興梠ともに動いていきました。さあ、これでまた番手を奪っていくのかというところでありますが、これで2番の山崎、5番の宮本が先頭に変わって、6番の興梠がここで3番手になりました。最終バックを通過、あとは4番手、内に3番の石橋、外に4番の是永となっております。さあ、レース2センターから4コーナーへ戻ってくる。先頭は2番の山崎先頭、その後ろ5番の宮本と、ここはワンツーフィニッシュか、2番5番か。3レース A 級の特選競争、この競争は異常なしの白旗です。リプレイで振り返ります。2番の山崎、5番の宮本、ここは中四国のワンツーとなった模様です。ゴール前スーパースロー、2番の山崎、5番の宮本、ここは中四国ワンツー、そして3番の石橋が3着に入った模様。結果と決定、今しばらくお待ちください。3レースでした。第3レース A 級特選の模様をご覧いただきました。ここは興梠選手の動きもかなり激しくあったんですけれども、2番車の山崎選手が後方からドーンと仕掛けていってというレースになりました。宮本選手と2人で前に出切って、そこからということになりますけれども、石橋選手も伸びてきましたね。第3レースの決定までお待ちいただきましょう。
続いて第4レース、こちらも A 級と特選が争われます。一番車の小川翔二郎選手ほか、ご覧の7名での対戦です。さてこの第4レースなんですが、ここは3分戦となっていきそうですね。そうですね、はいはい。今出てる5番の菊池には2番の三沢ということで、これは東北ですね、はい、そして1番の小川には7番の近藤、そして4番の吉永で、瀬戸内ラインですね。で3番の斉藤には6番の安坂で、これは神奈川同士ですけども何やるかですね、はい、決定1着2番2着5番3着3番。平塚競輪3レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式2番5番160円、車番連勝単式2番5番410円、3連勝複式2番3番5番430円、3連勝単式2番5番3番1300円、ワイド2番5番150円、2番3番290円、3番5番250円。以上でございます。さあ続いては第4レース、こちらも A 級の特選となっていきますが、人気となったのは2番5番というところですね。菊池選手と三沢選手、このラインということになりますが、さあ3分戦どのようなレースになるのか、第4レース実況でお楽しみください。西日が差し込み、影の範囲が広くなっております。アベマ湘南バンクです。最終日の湘南クリーンサイクル杯は第4レース、 A 級の特選競争です。バンク4周回、距離1625メートルで争われます。この競争終わりますと、次の A 級戦は第11レース、残すは決勝のみとなります。この後もどうぞアベマ湘南バンクでお楽しみください。それでは対戦メンバーです。1番は徳島小川翔二郎、2番宮城三沢康人、3番地元神奈川斉藤照彦、4番広島吉永和夫、5番福島菊池翔、6番は平塚ホームバンク安坂陽一、7番岡山近藤信康。以上のメンバーで第4レース A 級の特選競争を争います。準決勝5着に終わった1番の小川、ここは中四国ライン長い3車の先頭です。期待に応えたいところ。一方人気を集めましたのはこの5番の菊池、ここは2番の三沢との東北ワンツーを狙いに行きます。さあ各車前傾姿勢と入ります。後方なりまして第4レース A 級の特選競争がスタートです。まずは1番の内から小川翔二郎が上がっていきました。続いて2番の三沢康人、3番の斉藤照彦がその後ろに続きまして、ここまでは車番通り、あとは7番の近藤信康、5番の菊池翔、そしてその後ろが4番の吉永和夫上がっていきまして、最後方から上がってくるのが6番の安坂陽一です。レースは2センターへと向かっていきます。これでどうやらまず前受けが中四国勢となっていく模様です。隊列が徐々に固まっていきます。まずは誘導の後ろ1番の小川翔二郎です。昨日の競争斉藤優子の番手を奪いました野中と並走となったんですが、ただ外並走苦しくなり、結局準決勝は5着に終わっております。マークするのは7番の近藤信康、そして3番手を4番の吉永和夫まで、こちらが中四国ライン。その後ろは地元の両者です。3番の斉藤照彦、
6番の安坂陽一、ここは目標不在の競争となりましたが、どういった動きを見せるんでしょうか。そして後方からとなったのは北勢です。5番の菊池かける、昨日の競争打賞4コーナーからかまして先行していったんですけども、3着惜しくも決勝進出とはなりませんでした。2番のミサヤストが続いていきます。北の両者、その両者が上がっていきまして、レース残り2周となるところ、1番の小川、ここは突っ張る構えを見せますが、5番の菊池がここはどうでしょう、強引に前を抑えていくか、いやここは突っ張って結局5番の菊池は一旦ペースダウンとなりました。これで一旦車を引いていきます。打賞が入る。6番手まで下げた5番の菊池、さあ現在4番手で構える3番の斉藤、さあ先頭1番の小川翔次郎、レース間もなく残り1周となるところです。さあこの後どういう展開となるのか、残り1周を切って5番の一気に前を叩いていた5番の菊池かける、あっという間に1番の小川を捉えて、これで5番の菊池、そして2番の三沢の北の2人が前に出ました。3番手に1番の小川翔次郎、残り半周、さあこれで6番手となった3番の斉藤は苦しくなった。4コーナーから直線に戻ってくる。なおも先頭は5番の菊池かける先頭、菊池がそのまま押し切った。4レース A 級の特選競争、この競争ですが異常なしの白旗です。リプレイで振り返ります。5番の菊池、そして2番の三沢と、ここは北の2人がなんとかワンツー決まったかというところなんですが、2着争いがただ接戦となりました。スーパースロー5番の菊池、そして離れて2着でありますがどうでしょうか、1番の小川か、果たして7番の近藤かというところですが、この後の結果と決定をお待ちいただきたいと思います。4レースでした。第4レース A 級特選の模様をご覧いただきました。5番車の菊池選手の表情、菊池選手仕掛けていって少し後ろが離れていきましたね、井上さん。そうですね、はい、まあ、これ、ね、踏み出しじゃついていってたんですけども、2番車の三沢も最終的にはちょっと離されるような、まあ、これがやっぱり今の力関係になってきますね。そして2着がちょっとね、2着3着のあたりもかなり接戦という形になりましたの で、 そうです、ね、まあ、今日はあの風も穏やかなんですけどね、あの風の強い時っていうのはもう番手についてでも横から風をもらって舞い込んできて、なんかこうだんだん離れていくということがあるんですけど、今日は穏やかでね、まあついていって食い下がりができなかったのかなというふうにこう思うくらいの気候ですね。そうなんですね。はい、第4レースの決定までお待ちいただきたいと思います。さて現在第5レース、ここから S 級戦に一旦なっていきます。 S 級一般戦の選手紹介ご覧いただいていますが、放送です。決定、1着5番、2着7番、3着1番、なお2着は写真を参考に判定しました。平塚競輪4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式5番7番1350円、シャバン連勝単式5番7番1640円、三連勝複式1番5番7番1000円、三連勝単式5番7番1番5390円、ワイド5番7番260円、1番5番200円、1番7番330円。以上でございます。はい、第4レースなんですが、2着が写真判定となりました。ご覧の通り2着が7番車、3着1番車と決定されています。さあそれでは第5レースとなります。ここからは久保山芳太郎さんの実況でお楽しみください。湘南グリーンサイクル杯 F1 最終日のアベマ湘南バンクです。競争は第5レースを迎えています。競争種目は S 級一般競争、距離はバンク5周
1025m です。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番岡山児玉拓磨、2番秋田杉山優也、3番佐賀佐々木翔一、4番福島金沢隆二、5番宮城今野哲也、6番徳島伊藤雅彦。以上のメンバーによる対戦です。4番金沢隆二選手がこの最終日補充で入っています。このレースは6射立てです。ラインは2つできます。1番手は岡山児玉拓磨、2日間目立った競争しています。対抗する4番手は金沢隆二です。機動力タイプはこの2人、共にラインができます。発走準備整いました。6名です。発走いたします。前傾姿勢に移ります。体制完了しました。号砲になりました。第5レース S 級一般競争スタートです。2番車杉山優也、内から1番児玉拓磨上がりました。児玉が前を取って、今1コーナーから1センター、3番手から3番佐々木翔一、5番が今野哲也、6番伊藤雅彦、1番後ろから4番金沢隆二です。日の当たる向こう正面第3コーナー、1番岡山児玉拓磨が先頭、2番手に上がってきた6番徳島伊藤雅彦、1番6番ここは中四国コンビです。5番の宮城今野哲也が上がって、その前に4番福島金沢隆二が3番手に入っていきます。いや3番手に入ります。その後ろが5番車宮城の今野哲也、続いて2番秋田杉山優也、4番5番2番は東北勢です。3番佐賀の佐々木翔一が一番後ろ6番手、3日間短期です。佐々木翔一、2周回目の2コーナーからバックストレッチ、先頭1番岡山児玉拓磨です。予選は出足の効いたまくり、昨日の選抜競争はジャンからのスパートでした。2日間いい動きをしています児玉拓磨。6番車徳島伊藤雅彦マークです。1番6番中四国勢は2車です。4番福島金沢隆二が3番手から、福島の先行タイプ。前場所西武園記念3日目で先行逃げ切りを決めていました金沢隆二です。マークは5番宮城の今野哲也。東北ライン3番手を固める2番秋田杉山優也、4番5番2番です。3番佐賀の佐々木翔一が1番後ろ。今日も短距離の競争です。佐々木翔一、周回は第3周回の3コーナーです。1番児玉拓磨と4番金沢隆二、この2人の機動力タイプ、どちらが主導権を取りますか。先頭は1番児玉拓磨です。まだ動きはありません。赤番標識を今通過しました。ちらっと後ろ見た1番児玉拓磨、4番金沢隆二、まだ3番手動かず、多少周回の第2コーナーです。後ろを見ている児玉拓磨、2コーナーあたりから行きました。4番金沢隆二が行きます。児玉拓磨は引きました。ジャンが鳴りました。児玉拓磨一旦5番手に引きました。2センターです。金沢隆二が先行体制、まだペースを上げていません。4コーナー回ります。さあ腰を上げました。4番金沢隆二ペースを上げて1コーナー、4番5番2番東北ライン、4番手3番佐々木翔一、今第2コーナー、児玉拓磨まだ5番手です。バックストレッチ、4番金沢隆二がかかっていきます。1番の児玉拓磨現在5番手からまくります。3番手そして2番手まで迫ってきた児玉拓磨、第4コーナー丸、先頭4番の金沢隆二粘る、金沢隆二が粘ります、踏み直して先頭ゴール、4番5番です。逃げ切りました。4番金沢隆二マーク、5番今野哲也を振り切っています。4番5番3着接戦です。審判の判定は異常なしです。リプレイをご覧ください。児玉拓磨がまくりで迫ってくる感じでしたが、4番金沢隆二しっかりと末脚よく逃げ切りました。続いてスーパースローをご覧ください。4番5番東北勢3着どうでしょうか。2番杉山優也、外から1番児玉拓磨、3着はわずかに2番の杉山優也でしょうか。接戦です。
この後の正式決定までお待ちください。第5レースの模様でした。第5レース SQ 一般戦の模様をご覧いただきました。ゴール後の表情なんですが、4番車の金沢選手、打賞から主導権取ってきましたね。そうですね、先行争いにならなかったという感じでしたから、金沢のマイペースの先行に持ち込めたなというところですね。でも、やっぱり金沢は自力で戦った方がいいなという感じがしますね、やっぱりね、はい。ラインの番手とかもね、当然年齢的にももう走ってますけど、逃げて強かったです。ここは強かったですね。今野選手もさせずというところになりそうです。第5レースの正式な決定までお待ちください。続いて第6レース、こちらも S 級一般戦となります。1番車の貝坂秀明選手ほかご覧の6名での対戦で、こちらも4番車土屋選手が今日のみの補充出走となっていきますね。2分戦となりそうです。後ほどまた確認していきます。決定。1着4番、2着5番、3着2番、なお3着は写真を参考に判定しました。平塚競輪5レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式4番5番180円、シャバン連勝単式4番5番390円、3連勝複式2番4番5番260円、3連勝単式4番5番2番580円、ワイド4番5番120円、2番4番240円、2番5番170円。以上でございます。3着さあ、第5レースの判定写真なんですが、ご覧の通り3着は2番車、そして4着が1番車と決定されています。着差はタイヤ差です。第5レースの判定写真ご覧いただきました。競争種目は SQ 一般競争、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番青森貝坂秀明、2番埼玉伊藤明、3番宮城相沢正弘、4番埼玉土屋雅人、5番栃木上川直樹、6番地元ホームバンク関根健太郎。以上のメンバーによる対戦です。第6レースは6車立てとなっています。上川直樹とホームの関根健太郎にラインができる2分戦です。上川直樹と関根健太郎ともに7着4着の2日間の成績です。2人とも2走目はかましています。発走準備整いました。6名です。発走いたします。体制完了です。号砲なりました。第6レース SQ 一般競争スタートです。勢いよく飛び出したのは4番土屋雅人、最終日補充で入っています。埼玉土屋雅人前を取りました。続いて2番が伊藤明、1番貝坂秀明、3番相沢正弘、6番が関根健太郎、一番後ろから上がるのは5番上川直樹です。バックストレッチです。4番埼玉土屋雅人前を取って上川直樹の上昇を待ちます。5番車上川直樹が上がっていきます。2センターから4コーナーです。上川直樹が入って2番手4番土山里、3番手2番埼玉伊藤明、前段が関東勢5番4番2番です。6番地元の関根健太郎が4番手です。このホームの関根健太郎には3番宮城の相沢正弘、1番青森貝坂秀明が続いて6番3番1番です。2周回目の第2コーナーです。5番栃木上川直樹が先頭。初日予選はかましが不発でした。昨日の一般競争は5車立てのレースで先行したレースでした。上川直樹マーク本命4番埼玉土山里、
2番埼玉糸明ら3番手を固めての関東勢です。6番ホームの関根健太郎、初日はかまし不発、昨日の一般競争はかまして指導権を取ったレースでした関根健太郎です。第3周回1コーナー、この関根健太郎マーク、3番宮城の相澤正弘、その後ろが1番青森海坂秀明です。6番3番1番二分線の6レース6車立てです。3周回目のバックストレッチから3コーナーです。ホームの関根健太郎、今日こそ何とかしたいところ、現在4番手、4コーナーを回ります。やや車間を切る5番の上川直樹、後ろを見ます。さあここで6番の関根健太郎を抑えに上がっていく、打掌周回に入って関根健太郎を抑えました、関東勢引きました。これで前後入れ替わって上川直樹が今度は4番手となりました。2コーナーからバックストレッチ、一旦スローに落として6番関根健太郎、上川直樹を睨みながら今ジャンが鳴ったところです。残り1周半3コーナー、今2センターです。関根健太郎まだ流しています。上川直樹現在4番手、4コーナー手前からスパート、6番の関根健太郎も合わせます。残り1周を切ります。1コーナーです。関根健太郎全力で踏みます。外に5番の上川直樹、さあ体を合わせる両者、ブロックする関根健太郎、5番車の上川を止めにかかるも上川もまだ踏ん張る、残り200を切る、6番の関根健太郎意地で5番の上川直樹を止めました。その後ろもつれている4番の土山雅人、2番手に切り替えようとしていますが3番相澤正弘ともつれて、先頭は6番の関根健太郎、関根健太郎そのまま押し切りました。6番4番6レース SQ 一般競争、上川直樹の上昇を自ら止めて関根健太郎バックから踏み直しました。しかしまだ確定ではありません。6番4番2番あたり見えましたがまだ確定ではありません。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。6レース SQ 一般競争、関根健太郎ホームの意地を見せましたがまだ確定ではありません。上川直樹の上昇を自ら止めた関根健太郎ですが、このレースは審議となりそうです。リプレイをご覧ください。お知らせいたします。ただいまのレースは審議いたします。このレースは2コーナー付近の事象について審議となるようです。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。このレースは審議となります。スーパースローをご覧いただいております。6番4番2番そして3番のゴールの通過体制です。この後の審判放送までお待ちください。6レースの模様でした。お知らせいたします。ただいまより第2コーナー付近の受賞について審議いたします。審議対象選手は6番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。第6レース SQ 一般戦の模様をご覧いただきましたが、この第6レースは審議が行われます。2コーナー付近の受賞についての審議となりまして、対象選手6番車の関根健太郎選手という放送が入っています。上位で通過した模様ですけれども、第6レースなんですが2コーナー付近の受賞についての審議が行われます。この審議の対象選手は6番車です。お知らせします。ただいまのレースは1着到達の6番について審議を行っています。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。第6レース S 級の一般戦、こちらは2コーナー付近の受賞についての審議が行われております。対象選手なんですが1着でゴールを通過しました6番車の関根健太郎選手という放送が入っています。この第6レースの正式な決定が出るまでしばらくお待ちいただきたいと思います。さてかなり日が陰ってきましたね。日が傾いてきましたね。ここから第7レースの選手紹介が行われます。
この第7レースは S 級の一般戦となっていきます。2番車の原田選手が今日のみの補充出走となっていきますね。第7レースは S 級の一般戦です。1番車の柿本大輝選手ほかご覧の7名での対戦です。さて並びなんですが3分戦となっていきそうなんですけれども、1番4番のところご覧いただいています。東京勢です。柿本選手そして内田選手となりますね。そして5番3番のラインが見えています。池田選手に3番車の青井選手ということで、ここは四国の2人です。5番3番長いラインがあります。2番6番7番です。ここは千葉の2人に7番車の吉永選手がつくという形になりますね。2番車の原田選手が今日のみの補充出走となっていきます。2番6番7番というラインまでご覧いただきました。第7レースの選手紹介行われています。第7レースは3分戦となっていきますね。先ほどの第6レースなんですが審議が行われています。正式な決定が出るまでしばらくお待ちいただきたいと思います。さて、この時間なんですがひとちゃんが戻ってまいりました。お疲れ様でございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？よくできました。いや、緊張したんですけれども、なんとかご紹介することができました。はい、わかりました。これからお願いします。では放送です。お待たせしました。審議の結果をお知らせします。6番選手の走行を審議しましたが、失格とはなりません。決定。1着、6番。2着、4番。3着、2番。平塚競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式4番6番1970円シャバン連勝単式6番4番6050円3連勝複式2番4番6番4300円3連勝単式6番4番2番3万3040円ワイド4番6番840円2番6番2010円2番4番290円以上でございます。ただいまから平塚競輪第6レースの審議 VTR を放映いたします。最終周回第2コーナー付近における6番選手の5番選手に対する競走妨害について審議しましたが、5番選手に対する押し上げが内外旋回の幅の4倍程度あったとは認められないため、失格するまでには至りません。湘南クリーンサイクル杯 F1 最終日のアベマ湘南バンクです。競争は第7レースを迎えています。競争種目は S 級一般競争、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番東京柿本大輝、2番千葉原田亮太、3番徳島青井健二、4番東京内田英介、5番香川池田則明、6番千葉小野正義、7番福岡吉永光一、以上のメンバーによる対戦です。2番車原田亮太選手最終日補充で入っています。ラインのできる自力タイプは1番柿本大輝と2番車原田亮太です。この両者徹底先行は原田亮太、柿本大輝もこの2日間積極的な動きをしています。発走いたします。発走準備整いました。7名です。体制完了。号砲になりました。第7レース
S 級一般競争スタートです。4番内田英輔が飛び出して1コーナー、続いて2番が原田亮太、1番が柿本大輝、その前に7番吉永光一が入りました。5番手は池田範明、6番小野前誠志上昇、最後尾3番青井健二です。バックストレッチです。先頭4番東京内田英輔です。1番東京柿本大輝がその前に入っていく体勢、今2センターから4コーナーを回るところです。前段が東京コンビとなります。柿本大輝と内田英輔の1番4番となりました。ここで5番の池田範明が上がっていきました。2周回目の1コーナー、3番手は2番千葉の原田亮太がいますが、外から抑える5番池田範明、3番手並走です。原田亮太は引きません。後ろは6番同じく千葉の小野正義、2番6番千葉勢、そのアウトコースに5番香川池田範明と3番徳島青井健二の四国勢です。一番後ろは7番福岡吉永光一、吉永光一は千葉勢を追走です。ここでようやく2番原田亮太5番手に引きました。3番手4番手が四国勢です。5番池田範明と3番青井健二です。周回はこれから第3周回に入るところ、先頭1番東京柿本大輝です。予選は抑え先行、昨日の一般競争は関根健太郎に叩かれて3番手から直線伸びての2着でした。後ろは東京4番内田英輔、1番4番東京勢、予選でも連携しています。池田範明が現在3番手にいます。東京勢を追走する形、後ろは3番徳島青井健二、5番3番四国勢、徹底先行原田亮太、5番手から動きます。2番6番千葉勢に7番の吉永光一、柿本大輝はさあ突っ張る気配を見せます。打賞週間に入って柿本大輝は突っ張りました。千葉勢一旦下がります。池田範明は3番手です。今2コーナーです。5番手引いて2番原田亮太、車間を切っています。1番柿本大輝警戒しています。ジャンが鳴って3コーナーから2センター、ここで2センターで原田亮太かまします。6番の小野正義が切りました。離れました。短期で1人で行く原田亮太、1番柿本大輝はこれを見ていますが、その突っ張り切る2番の原田亮太を出させません。柿本大輝今第2コーナーもがく2番の原田亮太、内に1番の柿本大輝、踏み合いが続く。200メートルを切って3コーナー、ここで5番の池田範明が切り込んでいく。2センターから4コーナー、ここは池田範明先頭に立つ。外から3番の青井健二が突っ込んでくる。5番の池田範明、3番青井健二、5番3番6番あたり四国両者ワンツーです。原田亮太と柿本大輝がやり合ったところ、2センター切り込んで池田範明、外から3番青井健二。このレースは審判の判定は異常なしです。リプレイをご覧ください。四国の2人でワンツーとなりました。リプレイゴール線上をご覧ください。3着6番小野正義が入っているようです。スーパースローです。ラインに目標のなかった池田範明、うまく立ち回って伸びた四国の両者。3着6番小野正義です。この後の正式決定までお待ちください。7レースの模様でした。第7レース S 級一般戦の模様をご覧いただきました。こちらゴール前、この5番車の池田選手なんですが、もうどこから来たのかっていうところを抜けてきましたね。そうですね、はい、まあ、普通はちょっと入っていけないようなところをね、あの地域型2人の踏んでるところの間を入っていきましたね。そうですね、またこのレースも見応えがありましたけれども、ね、はい、そうですね、先行争いあり、はい、またあの追い込みとしての池田のなんかな、こう勝ちに対する執念というかね、はい、見ましたね。なんかこの3日目にして池田選手の走りが見れたっていう、そうなんですよね、うん、これだけ強かったらもうちょっといい着取っただろうみたいな、そういうふうな感じの勢いを今日は感じましたね。はい、決定までお待ちください。さあ続いて第8レース S 級特選となります。1番車の上野裕太選手ほか、ご覧の7名での対戦となっていきます。選手紹介行われていて、どうやら3分戦となりそうですね。平尾選手登場ですよ。6番1番4番のラインできそうですが、後ほど確認していきます。決定、1着5番、2着3番、3着6番。
平塚競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番5番2150円、シャバン連勝単式5番3番3090円、3連勝複式3番5番6番4880円、3連勝単式5番3番6番16710円、ワイド3番5番790円、5番6番1170円、3番6番820円以上でございます。ここ3番線それぞれのラインの先頭の選手たちが本当に存在感をアピールしていますが、そうですね、はい、その中でどういうレースになっていくのか、では第8レース、ここからは実況でお楽しみください。今日の日没時間を迎えたばかりの平塚市です。照明も点灯されています。平塚ナイター競輪湘南ミルキーウェイレース湘南クリーンサイクル杯最終日のアベマ湘南バンクは第8レースを迎えています。競争種目は SQ 特選競争、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番熊本上野雄太、2番宮城桜井雄太郎、3番愛媛林正幸、4番福岡山口義嗣、5番山口山下和樹、6番長崎平尾和明、7番青森鹿内家具、以上のメンバーによる対戦です。息のいい自力タイプの3人乗りました。3分線の8レースです。気温は現在20度です。風は東の風1メートル、2コーナーから4コーナーに向かっての風向きです。桜井雄太郎と林正幸です。共に2日目は真っ栗を打っていました。発送いたします。もう一人はこの人、6社平尾和明です。この人も昨日は真っ栗を決めたレースでした。号砲なりました。第8レース SQ 特選競争スタートです。上野雄太がスタートを取っていきます。外からかぶせてくる5番山下和樹ですが、ここは上野雄太誘導に追いつきました。下がって5番山下和樹、続いて2番桜井雄太郎、3番林正幸、7番が鹿内かける、4番山口義嗣、1番後ろは6番平尾和明です。第3コーナーです。1番熊本上野雄太前を取りました。平尾和明の上昇を待ちます。2番手にいるのは5番車山口の山下和樹です。その前に3番愛媛の林正幸が入っていきます。ここから上がってきた6番の平尾和明と4番山口義嗣です。前段九州勢となります。2周回目の1コーナー、6番長崎平尾和明前に入って、2番手2番熊本上野雄太、3番手4番福岡山口義嗣、6番1番4番九州トリオ、4番手3番愛媛の林正幸に5番車山口山下和樹です。2番宮城の桜井雄太郎6番手、続いて7番青森しかないかける2番7番は東北勢です。2周回目の2センターです。先頭6番平岡和明です。予選はかましました。昨日の選抜競争2コーナーまくりを決めています。1番車熊野と上野雄太がマークです。準決勝は九州ライン3番手の競争でした。予選で平尾をマークして3着に入っています。4番車山口義嗣、昨日は平尾とワンツーを決めています。九州勢です。3番愛媛の林正幸は現在4番手、予選は先行。昨日の一般競争は2コーナーまくりです。2番車桜井雄太郎が連日はかましてくるラインに飛びつく競争を見せていました。桜井雄太郎、昨日はバックからショートまくり。第3周回4コーナーを待っています。さあここで2番車の桜井雄太郎、2番7番東北両者が上がっていく体勢です。さあ前段を抑えていく東北勢、打賞周回1コーナー、平
平岡鈴木引きました。九州ライン引いてここで3番林正幸外からかぶせます。3番手に上がりました林正幸、6番の平岡鈴木を抑える、抑えてさらに車を上げていく。ジャンで先行体制持ち込む3番林正幸、2番車桜井優斗はスッと3番手に下げました。これで6番平岡鈴木が5番手の展開です。一旦流します林正幸。残り1周を切っての1コーナー、マーク5番車山下和樹、3番番組番中四国勢です。今第2コーナーです。2番車の桜井優太郎、そしてここから6番の平尾和明仕掛ける、合わせて出る2番の桜井優太郎、200を切る6番の平尾和明がいいスピードで上がってきた。6番1番そして4番のここは山口義嗣、九州で3車が出て形勢一気に逆転。6番平尾和明先頭押し切ります。6番1番4番が取り8レース S 級特選競争、平岡和明のスピードまくり、上野雄太を振り切りました。審判の判定は異常なしです。九州勢3人上位独占です。平岡和明のまくりが見事に決まりました。リプレイゴール戦場をご覧ください。続いてスーパースローです。6番1番4九州勢上位独占となりました。この後の指揮決定までお待ちください。8レースの模様でした。第8レース S 級特選の模様をご覧いただきました。はい、ゴール後ですね、6番車の平尾選手の走りどうでしたか。いやもうなんかこう仕上がりに自信持ってるみたいな感じですよね、うん、全体の流れをこう読み切ってるみたいな感じで、はい、まあ、ここから行けば行けるぞみたいなね、うん、そういう余裕がある走りでしたね。そうですね、はい、これ3車あってそのまま3車そのまま連れてっていうレースも見せてくれましたし、ちょっと平尾選手今シリーズ本当に目立ってましたね。いいですね、まあ、このままね、うん、どんどんまあ、勝ち進んでもらいたいなと思います。もっともっと上の方にね上がっていくと思いますよ、うん、はい、楽しみですね、はい、第8レースの正式な決定までお待ちいただきたいと思います。続いては第9レースです。白間 S 級の特選が争われます。1番車地元の新村実り選手ほかご覧の7名での対戦です。第9レースの選手紹介なんですが行われて3分戦となっていきそうですね。また後ほど確認していきたいと思います。ではここで放送です。決定。1着6番、2着1番、3着4番。平塚競輪8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番伝承複式1番6番350円、車番連勝単式6番1番70円、3連勝複式1番4番6番370円、3連勝単式6番1番4番1910円、ワイド1番6番210円、4番6番410円、1番4番180円。以上でございます。では続いて第9レース実況でお楽しみください。今年は8月オールスター競輪、そして来年はグランプリの開催が決まりました。平塚競輪場です。どうぞご期待ください。湘南クリーンサイル杯最終日のアベマ湘南バンクは第9レースを迎えています。競争種目は S 級特選競争、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーをうちから順をご紹介いたします。1番地元神奈川新村実り、2番佐紀佐藤浩二、3番埼玉山田雄大、4番地元ホームバンク菅原大也、5番群馬金子真也、6番千葉小野優衣、7番高知山中田高雄。以上のメンバーによる対戦です。3分戦目となりました第9レースです。
新村みのり、佐藤浩司、山田雄大がラインの先頭です。新村みのり、今シリーズホームイングインの2日間です。最終日しっかりと文字出し切って確定板にしっかりと乗りたいところ。マークは本命菅原ダイヤ4番飛車、今日が誕生日。昨日の準決勝本当に悔しい敗退でした。山田雄大がその隣、佐藤浩司もいます。体制完了です。号砲になりました。第9レース S 級特選競争走スタートです。まずは新村が上がりました。続いて内から2番佐藤浩司が上がって、外に3番山田龍では下がって、山中隆夫が3番手に上がっています。4番が菅原ダイヤ、5番金子真也、最後6番小野雄二です。バックストレッチです。前段が難関関勢となります。先頭1番新村みのりの2番手に4番菅原ダイヤ入りました。今日は番手の競争、6番千葉の小野雄二が地元勢追走、難関勢1番4番6番、2番長崎佐藤浩司が4番手、7番高知の山中東マーク2番7番です。2周回目に入っていっています。3番埼玉山田雄大が6番手、5番群馬金子信也がマークで、3番5番は関東勢です。2周回目の2コーナーです。1番地元新村みのり、連日突っ張り先行を見せています。マーク4番車菅原ダイヤ、今日の誕生日を決勝で走りたかったところですが、ここは気持ちを切り替えてしっかりと本命人気に応えたいところ。6番車の小野雄二が3番手、200勝にあと1勝、千葉の6番小野雄二です。難関勢3車です。2番長崎佐藤浩司が中段の4番手、準決勝言いまくったんですが2番手あたりでいっぱいでした。佐藤浩司、7番の浩司山中東マーク2番7番、ここは西日本遠征制ライン、3番埼玉山田雄大、6番手オーラー山田雄大。初日の特選競争は主導権を取りました。 準決勝はちょっと位置取りうまくいきませんでした。3番車山田雄大、金子信也を連れて動きます。3周回目の参考、山田雄大金子信也動くのに合わせて2番佐藤浩司も上がっていきます。2センターから4コーナー回ったところ、2番車佐藤浩司が3番山田雄大を牽制しながら上がっていく体勢、山田雄大も上がろうとしていますが、ここは佐藤浩司に先の先に動かれてもう1回下がりますか、いや中段に上がって、ここは今度は佐藤浩司を打ち明けて3番山田雄大中段を取りました。6番手に佐藤浩司、先行体制は1番新村みのり、ジャンに内からすくって3番の山田雄大、ここは3番手の内に入りました。3番手が並走となっています。第4コーナー待っています。ジャンが鳴っています。1番新村が先行、マーク4番の菅原ダイヤ、3番手取り合い、6番の小野雄二、インコース3番山田雄大、山田雄大が3番手を狙っている、その後ろ5番金子信也、2番の佐藤浩司まだ仕掛けず2コーナー、1番の新村飛ばしていきます。車間を大きく来た4番菅原ダイヤ、 3番手争いは続いている。2センター2番の佐藤浩司は4番手あたり、4コーナー丸車間を切っている4番の菅原ダイヤ、1番の新村みのりを合わせていく、4番菅原ダイヤ抜きました。4番1番6番あたり、9レース S 級特選競争、新村みのりの先行を生かして4番車菅原ダイヤ、最終日誕生日を1着で飾りました。審判の判定は異常なしです。リプレイをご覧ください。バックで大きく車間を切って余裕の展開、菅原ダイヤ難関勢上位独占、小野雄二も絡まれたんですが踏ん張っての3着です。スーパースローをご覧ください。4番1番そして6番です。この後の正式決定までお待ちください。9レースの模様でした。第9レース S 級特選の模様をご覧いただきました。こちらがゴール前です。4番車の菅原選手の表情となっています。ここ1番車の新村選手前取って、やはり今日も突っ張って主導権でしたね。できましたね。でその3番手に山田浩大選手がちょっと内入るような感じでしょう。そうですね、はい、まあ、それでも最終的には、まあ、本戦の6番車、まあ、小野選手がね、競り勝つような形取りましたね。そうでしたね。お誕生日の一着になるかどうかということで、第9レースの決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。
さて続いて第10レース、こちらも S 級の特選が争われます。1番車の松永田選手ほかご覧の7名での対戦。4番5番3番のラインが見えています。はい、後藤大輝選手のところですね。そしてどうでしょう、6番1番、ここは茨城の2人となりそうです。柳島選手と松永選手、2番7番福島の2人で、後ほどまた確認していきましょう。決定、1着4番、2着1番、3着6番。平塚家競輪9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番4番150円、シャバン連勝単式4番1番210円、3連勝複式1番4番6番380円、3連勝単式4番1番6番560円、ワイド1番4番110円、4番6番180円、1番6番390円。以上でございます。勝ちに近いですからみたいなね、それは言ってましたね、うん、そうですね、はい、なんかこうやって準備をしていると貫禄を感じますけれども、普通にこうねお話をするとすごく、ね、ものすごくなんつかな、この優しそうな、ね、穏やかで好青年ですね。そうですよね、皆さんにも人気だっておっしゃってましたもんね。そうなんですよね、レースはそれでも力強いですよ。そうです、はい、そして6番車です、柳島選手、今シリーズ2着着となりますけれども、うん、それでもやっぱ本当に積極的なレース見せてくれています。2番車の星野選手のところも2車となって、それでは第10レース実況でお楽しみください。ここからは久保山アナウンサーにバトンタッチします。実況放送でお楽しみください。今年初のナイター開催、湘南ミルキーウェイレース、湘南グリーンサイクル杯最終日のアベマ湘南バックです。競争は第10レースを迎えています。競争種目は S 級特選競争、距離はバック5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを1から順を追ってご紹介いたします。1番茨城松永忠、2番福島星野博樹、3番岡山木本康之、4番福岡後藤大輝、5番福岡柳爪正弘、6番茨城柳島邦友、7番福島佐伯翔、以上のメンバーによる対戦です。星野博樹、後藤大輝、柳島邦友、この3人にラインができます。この先が楽しみな3人の対戦です。後藤大輝、マークするのは柳爪正弘、そして柳島邦友がいます。発送いたします。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第10レース S 級級特選競争スタートです。さあここは2番車星野博樹、3番の滝本康之が上がって、ここは滝本康之が前を取ったようです。下がって2番星野博樹、1番車松永忠志、3番手から続いて4番後藤大輝、7番佐伯翔、6番が柳島邦友、一番後ろは5番柳爪正弘。第3コーナーです。3番岡山滝本康之前を取りまして、ここは福岡の2人の上昇を待ちます。2番手にいるのは2番福島星野博です。続いて1番松永忠志、4番福岡後藤大輝上がってまいりました。前に入っていきます。柳爪正弘が2番手、福岡コンビを迎え入れて3番岡山滝本康之です。4番5番3番、
そして中段4番手2番福島星野弘樹に7番福島佐伯翔です。6番の茨城柳島国友が6番手、同県茨城1番松永忠志の茨城コンビ6番1番です。体勢整いました。2周回目の3コーナー、先頭4番福岡後藤大輝です。福岡の成長株。準決勝はジャンカルの抑え先行であと一歩で目の進出を逃しました。課題も見つかった新鋭レーサー4番後藤大輝、後ろは5番車柳爪正弘、準決勝でも連携します。このメンバー唯一の特選シード選手。3番手固めてすべ3番岡山竹本康之。3周回目の1コーナー、2番車福島星野弘樹が4番手、連日動きは光っています。星野弘樹来季は一般です。2番7番福島コンビ、6番茨城柳島国友6番手、先行は強いこの人柳島国友、1番車松永忠志マークです。予選でも連携している茨城の2人、6番1番です。第3周回2センター誘導に後ろ車間を切る4番の後藤大輝、胴型を警戒しています。さあここで6番柳島国友、6番1番茨城勢が攻めていきます。4番後藤大輝はどうするか、茨城勢に合わせていくか。さあ突っ張る後藤大輝、柳島国友を突っ張ります。柳島国友も懸命に抑えに行くんですが、ここは突っ張った後藤大輝、6番柳島国友、茨城勢一旦ジャンで下がります。4番5番福岡勢、3番手3番竹本康之、2番車星野弘樹はまだ6番手、前に様子を伺っています。4番後藤大輝一旦流して残り1周、ここで2番の星野弘樹が早めに行った福島勢、7番車の佐伯翔がちょっと離れた、ブロックする5番柳爪正弘、ブロックするも2番車の星野弘樹、2番手決めに行く、決めた2番星野弘樹、番手奪った、3番手5番柳爪正弘、逃げる4番後藤大輝、2センターから第4コーナー丸、4番の後藤大輝先頭、2番の星野弘樹が思い切り抜きに行く、2番車星野弘樹抜きました。そして6番柳島国友伸びて内に4番後藤大輝、2番4番6番あたり10レース級特性予想、星野弘樹追い上げマークピタリと決めて粘る後藤大輝を抜いていますが、まだ確定ではありません。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。まだ確定ではありません。見事な番手追い上げ、取り切って抜きました星野弘樹、来季は一般です。審判の判定は異常なしです。 リプレイをご覧ください。4番後藤大輝が逃げます。番手奪った星野弘樹、抜いて一着ゴール。続いてスーパースローをご覧ください。4番後藤大輝も粘っています。2番4番6番あたりのゴールの通過体制、この後の正式決定までお待ちください。10レースの模様でした。第10レース S 級特選の模様をご覧いただきました。ゴール後ですけれども、なんかこの星野選手の表情がこう走った後っていう感じがしないぐらい冷静に見えます。そうですね、はい、スーッとした顔してましたけれども、いいレース見せましたね。いや、スピードのあるところ見せましたね、はい。4番車の後藤選手かけていって、まずはその柳島選手を突っ張っての主導権となったわけなんですが、その後襲ってきたのが星野選手でしたね。そうですね、はい、星野をね、5番車の柳爪がボーンとこうブロックする動きもありましたけど、逆に返す刀で抑え込んだというレースでしたね。はい、鮮やかでしたよね。そうですね、はい。さあ、第10レースの決定までお待ちいただきましょう。さて、続いての11レース、ここはいよいよ A 級の決勝戦となります。選手紹介後ほど確認していきましょう。では放送です。決定、1着2番、2着4番、3着6番。平塚家競輪10レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番伝承複式2番4番660円、車番伝承単式2番4番
1610円3連勝複式2番4番6番6020円3連勝単式2番4番6番25950円ワイドド2番4番280円2番6番1530円4番6番1370円以上でございます。中川選手、先ほども横断幕ご覧いただきましたけれども、121期生の中川選手、今日堀川選手を目標にというレースになりますが、こう十分もね人気の中心となってますからね、その堀川選手は九州勢連れてどういうレースをしてくるんでしょうね。そうですね、まあ先行でいくという気持ちがね非常に強く出してくると思いますね。そうですね、気合の入った表情をしています。それでは11レース A 級の決勝戦となります。この11レースは高原康則さんの実況でお楽しみいただきたいと思います。第11レース A 級決勝出場選手の入場です。ここからは高原アナウンサーにバトンタッチします。アベマ湘南バンク平塚競輪場 F1 ナイターシリーズ湘南クリーンサイクル杯、最終日はいよいよ大詰めを迎えました。第11レースです。ここからは決勝戦が行われていきます。まずは A 級の決勝戦、バンク4周回、距離は1625m で争われます。決勝に勝ち進んだ7名の選手が発走機へと勢揃いいたしました。それでは対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は地元神奈川斉藤優子、2番徳島三井康弘、3番佐賀吉永明、4番埼玉野中裕二、5番福岡中川聖大、6番も福岡堀川慶太郎、7番こちらも福岡渡辺勝弘。以上7名で第11レース A 級の決勝戦を争います。強力な九州勢に対し1番の斉藤優子、4番の野中と東の2車ラインで挑みます。どういう競争を見せるんでしょうか。さあ一方で7番渡辺、6番堀川、5番中川、いずれも福岡の3人、そしてこの後ろに3番の佐賀吉永まで強力な九州4車、どういった競争になるんでしょうか。各選手前傾姿勢、号砲鳴りました。第11レース A 級の決勝戦が今スタートです。まずは1番の斉藤優子が上がっていきます。続いて4番の野中裕二、6番の堀川慶太郎、7番渡辺勝弘の後ろ2番の三石康弘、外から上がっていきます。あとは3番の吉永明、そしてこれで最後から上がってきますのは5番の中川聖大です。レースは1周回目、まもなく2センターへというところであります。まず前受けとなりましたのは東の2人です。地元の1番車斉藤優子、昨日の競争突っ張り先行ペースでかけてそのまま押し切っての1着でありました。マークするのは4番埼玉野中裕二、昨日はこの斉藤の番手競りとなりまして、その番手の競り勝ってこの斉藤に続いてのワンツーとなりました。ここはこの東の2人で連携です。さあそして3番手の位置ですが2番の三石康弘、初日以来の短期となりましたが果たしてどういう動きをするんでしょうか。そして強力な九州州勢、6番の堀川慶太郎、そして5番の中川聖大、7番の渡辺勝弘、福岡の3人が前で、そして4番手を3番の吉永明が固めます。強力な九州勢です。さあ2センターから4コーナー、早くも動いていこうというか6番の堀川慶太郎、上昇開始です。さあ1番の斉藤はどうするか、ここは一旦九州勢を出させるか、車を引きました。これで6番の堀川先頭に変わります。乗り換えて2番の三石、九州 4車の後ろ5番手につけました。6番手に下がった1番の斉藤、レースまもなくダッシュを迎えます。
さあこのままペースで押し切るのか、6番の堀川、一方で1番の斉藤はどこかから仕掛けるのかというところでありますが、2センターから4コーナー、さあピッチを徐々に上げていきます。さあ6番の堀川がペースを上げてレース残り1周となりました。5番の中川後ろを警戒して少し車間を切っているところです。これさあ1センターになったところ、1番の斉藤が待っていきますが、合わせるように動いていった。5番の中川動いていく、残り半周を切った。5番の中川、7番の渡辺、そして3番手に1番の斉藤がおります。2センターから4コーナー、5番の中川先頭、直線に戻ってきた。最後は7番の渡辺勝弘か。7番5番1番あたり、第11レース A 級の決勝戦、このレース異常なしの白旗となりました。リプレイで振り返ります。6番の堀川がかけて、そして後方から上がってくる斉藤に対し満手まくり、5番の中川、そして最後は7番の渡辺がゴール前かわしております。スーパースロー、7番の渡辺、そして5番の中川、あとは1番の斉藤でしょうか。結果時計、今しばらくお待ちください。第11レース A 級決勝戦でした。11レース A 級決勝戦の模様をご覧いただきました。ここはゴール5ということになりますが、6番車の堀川選手が主導権を取っていって、中川選手がそこから、まずは前に踏むという形になりましたけれどもね。そうですね、はい、最終的にはその後ろにいた渡辺選手が伸びてきたようにも見えていますね。表情もご覧いただきましたが、斉藤選手もかなり迫っていったんですね。 いいスピードで行きましたよね、はいはい、タイミングも良かったですよね。あ、そうですね、はい、それでね、ただあの九州4社ですんなり先行でしたからね、うん、そうでしたね、うん、はい、ということで11レースの決定までお待ちいただきます。そして本日の最終12レースです。こちらは S 級の決勝戦となります。ご覧のメンバーでの対戦となっていきます。さあラインは2つ切る形になりそうですね。こちらは1番4番7番ということで、南関東勢、後ほどまた確認していきたいと思います。放送です。決定、1着7番渡辺勝弘、2着5番中川聖大、3着1番斉藤優子。平塚競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝不式5番7番150円、シャバン連勝単式7番5番270円、3連勝複式1番5番7番940円、3連勝単式7番5番1番2980円、ワイド5番7番110円、1番7番420円、1番5番520円。以上でございます。二分戦、本シリーズ桜井選手も1着2着ということで勝ち上がってきています。今日は佐賀選手を目標に、今日もですね、昨日も連携してましたからね。そうですね、昨日連携しましたね、はい、そしてこれも堀内選手のレース前のおなじみの表情というところで見ていただきました。ではこの S 級決勝戦、久保山義太郎さんの実況でお楽しみください。誠にありがとうございます。湘南クリーンサイクル杯 F1 最終日のアベマ湘南バンクはいよいよファイナルレースを迎えました。競争種目は第12レース S 級決勝戦です。距離はバンク5周2025メートルです。今年夏のナイター開催を制するのは果たしてどの選手になるんでしょうか。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番地元神奈川堀内俊介、2番宮城桜井正隆、3番福岡大坪光一、4
4番静岡新田康人、5番福島佐藤慎太郎、6番青森佐賀翔喜郎、7番千葉海老根啓太、以上のメンバーによる対戦です。南関勢東北勢2分戦となりました。勝てば約3年ぶりの優勝折市俊介、当地前回は準優勝でした桜井正孝、短期で戦う大坪浩一、堀俊介マークに手安しと発送いたします。勝てば S 級初優勝佐藤慎太郎、切れ味戻った2日間佐賀翔喜郎、復活の S 級優勝へ海老根啓太です。号砲になりました。第12レース S 級決勝戦スタートしました。まずは堀内俊介前を取っていきます。2番車桜井正隆2番手から、続いて5番佐藤慎太郎、7番海老根啓太、3番大坪浩一、4番新田康人、最後尾6番佐賀翔喜郎です。バックストレッチです。まずは前を取りました地元1番堀内俊介です。2番手に上がってきた4番車は静岡新田康人、7番千葉海老根啓太、難関勢3番手となります。1番4番7番です。中段4番手に3番福岡大坪浩一が短期の4番手、6番青森佐賀翔喜郎が5番手、2番車宮城桜井正隆が続き、5番福島佐藤慎太郎トークライン3番手、6番2番5番、2周回目の1コーナーです。先頭は1番車地元の堀内俊介です。準決勝はかましました堀内俊介、勝てば約3年ぶりの優勝です。マーク4番静岡新田康人、この神奈川の競輪場は数えきれないほど優勝している新田康人、平塚は過去 F1 で2度優勝しています。3番手固めて7番海老根啓太、準決勝は堀内を足場に1着です。復活の S 級優勝へ2連勝での勝ち上がり海老根啓太、3番福岡大坪浩一短期の4番手、準決勝大外よく伸びての2着です。第3週間に入っての1コーナー、6番車青森佐賀翔喜郎現在5番手です。初日の1着が昨年の6月以来でした。長く苦しんでいましたが光が見えてきた2連勝、6番佐賀翔喜郎、マーク2番車宮城の桜井正隆、準決勝のワンツーを決めているこの2人、5番福島佐藤慎太郎、3番手を固めるトークラインです。勝てば S 級初優勝5番車佐藤慎太郎です。さあここでトークライン外から押し上げていきます。上がっていくトークライン、1番堀内俊介どうするのか、張るのか引くのか、赤番を通過しました堀内俊介、ここは一旦突っ張ります。下がる東北勢です。6番下佐賀翔喜郎、一旦5番手に再び戻りました。2コーナーからバックストレッチ、ここでスローペース堀内俊介一旦流す、ここで今ジャンが鳴ったところ、残り1周半です。堀内俊介まだ流しています。2センターです。難関勢が前段1番4番7番、2センターから6番の佐賀翔喜郎が一気にスパートした。1番堀内俊介も合わせますが外から踏んでいく佐賀翔喜郎、先頭に立った1コーナー、2番車の桜井正隆2番手、1番堀内俊介決められて交代、2コーナーからバックストレッチ、6番2番5番東北勢が行く、4番で切り替えて4番新田康人、7番海老根啓太が続いて、3番大坪浩一最後尾、2センターから第4コーナー、さあ東北勢のペースで帰ってきた、6番佐賀翔喜郎先頭、番手2番の桜井正隆、桜井正隆が今抜き去ってゴールインです。そして4番に手安しと12レース S 級決勝戦、2番車桜井正隆、粘っ佐藤慎太郎が打ち、2着接戦です。審判の判定は異常なし、リプレイをご覧ください。佐賀翔喜郎の一気のスパート、マーク桜井正隆が伸びて、5番の佐藤慎太郎、外に4番に行ってやす人、スーパースローをご覧ください。桜井正隆、そして2着は接戦も5番の佐藤慎太郎か、2番5番4番あたり、この後の正式決定までお待ちください。第12レースの模様でした。12レース S 級決勝戦の模様をご覧いただきました。ゴール後2番車の桜井選手の様子ご覧いただいています。ここはでも堀内選手前取って突っ張っていきましたね。そうですね、はい、車を下げて巻き返すのも、前段の2番手以降桜井選手あたりにブロックもらうとか、はい、
いろんなことを考えたんでしょうね。そうなんですね。まあ、それとあとははい、そのまま選考対戦やる、あるいはその踏み上げれば、うん、まあ、番手に収まることもあるみたいな感じでね、あ、まあ、最後はもう苦し紛れみたいな感じで番手飛びつきましたけどね、うん、そこをしっかりと櫻井選手に封じられてという、うん、封じられたね、うん、なりましたね。でそこで切り替えてた新田選手、海老根選手なんですが、新田選手ゴール前ね、かなり伸びてきています、はいはい、接戦となっていますのでね、こちら12レースの決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。ではここで放送です。決定、1着2番櫻井正隆、2着5番佐藤慎太郎、3着4番新田康人。平塚競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番5番690円、シャバン連勝単式2番5番850円、3連勝複式2番4番5番2430円、3連勝単式2番5番4番5340円、ワイド2番5番250円、2番4番370円、4番5番990円、以上でございます。